ダニエル・ベルヌーイは、スイスの数学者、物理学者。スイス・バーゼル出身の数学者、物理学者である父のヨハン・ベルヌーイが、オランダフロー人間大学在任中に、同地で生まれた。三人兄弟の二番目で、兄・ニコラウス二世、弟・ヨハン二世も後、数学者、物理学者となった。ダニエルが5歳の時、バーゼル大学にいたおじの数学者、ヤコブ・ベルヌーイが死去し、 父ヨハンがその公認となり、家族でバーゼルへ帰ってきた。ダニエルはベルヌーイの中では最も才能があり有望であった。そのためか、彼と父との関係には緊張が絶えなかった。ヨハンは当初ダニエルを実業家にしようとしたが、ダニエルは数学、物理学に強い関心を持ち、13歳でバーゼル大学へ入り、15歳で学士試験に受かり、 16歳で修士号を取得した。しかし、ヨハンの反対で数学へ進むことができず、ハイデルベルク、シュトラスブルク、バーゼルで医学を学んで、1721年にエネルギー保存則を応用した呼吸のメカニズムについて、博士論文をまとめた。ダニエルは、バーゼル大学ではポストが得られず、医学の実務的な研修のために、ベネツィアへ移った。ベネツィアでは、 1724年に最初の著作数学演習をクリスティアン・ゴルトバハの協力を得て出版し、また公開用の砂時計を設計した。その公開用砂時計は1725年にパリアカデミー賞を受賞した。これらの実績をもとにダニエルは兄ニコラウス2世と共にロシアサンクトペテルブルク科学アカデミーの数学のポストを得て、 1725年からロシアのサンクトペテルブルクへ移ったが、兄はその8ヶ月後に死去した。その後1727年に父ヨハンの手配でヨハンの弟子であった同郷のレオインハルト・オイラーが同科学アカデミーへ移り、1733年まで助け合いながら生産的な研究を行った。この間のダニエルの研究は、カテナリ曲線、弦の振動、 経済理論への確立の応用、及び著書流体力学執筆等々であった。ダニエルは1733年にサンクトペテルブルクを去り、翌1734年に植物学のポストを得て、故郷のバーゼル大学へ帰った。その一方、オイラーはサンクトペテルブルクに泊まったが、両者は修正したしく交流を続けた。 1734年にダニエルはパリアカデミー大賞に応募したところ、父ヨハンと同時受賞となった。息子と同等と評価されたことにヨハンは強く立腹し、これを機に父との関係が一層悪化し、ダニエルは父によってベルヌーイ系の出入りを禁止された。ダニエルはサンクトペテルスブルクでの走行をもとに、1738年にヒドロダイナミカを出版した。 それに対して、父ヨハンはその内容を投用して、翌1739年に、ハイドロリカと表題を変え、発行年を1732年と偽って、出版した。そのため、ダニエルの関係改善の努力も虚しく、父は死ぬまで、一方的に息子を逆恨みしていた。ダニエルは、バーゼル大学で、植物学、生理学を教えていたが、1750年から、 年間の物理学のポストを得て、1766年まで16年間物理学を教えた。この間の研究対象は、天文学や海洋学に広がり、パリアカデミー大賞の受賞も10回に及んだ。ダニエルの力学への貢献の特徴は、ニュートン理論とライプニッツの強力な微積分法を組み合わせて、運動方程式のエネルギー積分を強力に活用したことにある。 特に、海洋、船舶への応用を含めた、流体力学に大きく貢献した。ヒドロダイナミカの表題書記の数学上の業績は、立家地によって提出された、微分方程式の解決法を含んだ、イグジルシテーションズであった。1738年に出版された、最も重要な著書は、ヒドロダイナミカである。すべての結果が一つの原則に結びついていくところ、 などは、ラグランジュのメコニークアナリティックに似ている。空気や水の流れが速くなると、その速くなった部分は圧力が低くなる。速く流れるほど圧力は下がる。というベルヌーイの定理は、流線や渦線に沿って、ベルヌーイ関数が保存されるという形に、友人のオイラーが洗練して、今日の流体力学の基礎を築いた。潮積に関する彼の論文は、 オイラーとマクローリントによる論文と合同でアカデミーフランセーズに表彰された。三人の論文はニュートンのプリンキピア出版とラプラスの業績までの間にこの主題について論議されたすべての問題を含んでいる。また、ベルヌーイは弦の振動に関して微分方程式の解を三角関数で展開する方法で振動弦の式を求めた。彼は 機体運動論の先駆者であり、ボイルとマリオットの名がついた法則を解釈した。反動によって選択を推進させる着想もある。自然科学の分野以外で突起すべきは、経済理論へのベルヌーイの先駆的な貢献である。1738年にリスクの測定に関する新しい理論というラテン語で書かれた論文が学術雑誌。 ペテルブルク帝国アカデミー論集に掲載された。歪みのないコインを票が出るまで投げ続ける、というゲームを想定する。表が、初めて出る時が、第1回目なら2ルーブリ、第2回目ならば4ルーブリ、第3回目ならば8ルーブリ、という風うに賞金は、期間急数的に増大すると仮定せよ。ただし、ゲーム参加量は100万ルーブリである。 果たしてこのゲームに参加することで利益を得られると期待できるだろうか。ここで通常の感覚ならばゲームには参加しないだろう。しかし、利得の期待値は無限大となり参加量の100万ルーブリを上回る。したがってゲームに参加すべしという結論が出てしまう。これをサンクトペテルブルクの逆説と呼ぶ。ベルヌルイはこのパラドックスを ごくわずかな富の増加から得られる満足度はそれまで保有していた財の数量に反比例するという現在では限界公用提言の法則と呼ばれる論理で解決したその発想は同じ1ルーブリ獲得といっても所得がゼロの状態からの獲得と所得10ルーブリからのそれではその公用は同じではないという点から始まる上述のコイン投げゲームにおいて 人が利益として感情に入れるべきなのは各賞金額の期待値を想定することではなくて各賞金額から得られる公用の期待値を想定することである。するともし限界公用の低下が著しい場合にはゲーム参加の期待公用の総量が有限値となり参加量から獲得可能な公用量を下回るだろう。かかった費用ではなく 限界公用に重きを置く、この考え方は、100年以上経って、ジェボンズによってベルヌイとは別に確立された。期待公用理論が完全に復権するのは、200年後に、出版された数学者フォン・ノイマンと経済学者、モルゲンシュテルンの大著、ゲーム理論と、経済行動においてである。ありがとうございます。